読売新聞の深井です。大会は半分ぐらいまで来ました。今回は日本のチームがすごく活躍していると思います。柔道も、金メダルを取れた種目がありますし、スケートボードで、金メダルをすでに2つ取ったというのがすごく大きいと思います。水泳は、競泳は今回はなかなか苦しんでいますけれども、その分他の種目で頑張っているので、ここまで日本のチームはいい戦いができていると思います。このまま後半ももっとメダルが取れるように、期待しています。